こんにちは。アマゾンエイスサポーター、堀秀夫です。今日は、遅刻に文句は言ってはいけないというお話です。これ、アマゾンや購入者に連絡する前に、必ずご相談ください。まあ、何度か言ってますけどね、これ、どうしても、このぐらいいいだろうと連絡しちゃう場合があるんで、それね、アマゾンにまめに連絡取っていいことって、正直何もないです。 で、Amazon の仕組み的に、まあ、連絡を受ける人、連絡を受けた人が、ね、何らかの手順を踏んで解決するわけじゃないというのがあるんでね、えー、まあ、皆さんが思ってる以上に Amazon への連絡は無駄なのにリスクだけあるという形なんでね、まあ、あの、このぐらいはちょっと連絡しようとか、これあんまりにもね、えー、返事が遅いとか非常識だと言って連絡を取っちゃうと、 まあ問題解決しないばかりか、ひどいことになるということがあるんでね、えー、Amazon および購入社員の連絡は、まあ、必ずご相談くださいで。オーストラリアはね、もう日本と違って時間にルーズです。で特に Amazon の作業の遅れに関する連絡は100外あって一理なしというケースが多いです。でこれぐらいの連絡、まあ、相談するまでもないなと。 翻訳ソフトを使った文書で連絡するのは考えているより危険です。そもそもね、あの、日本語って非常に使う人少ないんで、Google 翻訳、できよくなったとか言ってもね、全然できよくなってないです。あの、文章になってないとかね、そんな言い回し誰も使わねえだろうとか、何言ってんだかわかんないとか、まあそういう文章になりがちなんで、まあ、この翻訳ソフトを使って連絡することも危険だし、Amazon に連絡することも危険だし、 アマゾンにね、セ、えー、かすとかとがめるようなことを翻訳ソフトで使うっていうのは、もう本当に無謀と言ってもいいような行為なんでね、まあ、これは非常に危険です。で、例として、まず FBA 受領遅れを急かすのは NG と、ね。もう2日で受領終了するんじゃねえのかと。48時間って書いてあるじゃないかねもう1週間近く経つのに受領終わってないよとか、販売始まってないというのでね、 せ、まあ、かして、早く販売始めるとこっちはね、えー、資金回してんだという気持ちはわかるんですけど、せ、まあ、かしたところで納期は早まりません。連絡を受けた人がね、FBA の受領状況を倉庫行って確認するわけもないんで、まあ、どうなってんのかなとモニターを見て、私たちがセラーセントラルで見てるのと同じ画面が見れるだけ。ね、で例えばね、えー、1週間後に、えー、連絡、 できるようになりますとなってたものがあ、うるせえから2週間にしとこうというので遅らされることはあっても、これがで、ね、早まって、ねあ、ごめんね、遅れてたって言って早まって、えー、素早く販売開始されるということはね、ありません。気長に待ってください。それから、アカウント作成時の書類,書類審査をせかさない NG と、ねえー。書類出したのに返事来ないよと。販売できねえじゃんと。回避取られるじゃん。 ただ、せかしたところで審査は早まりません。で、OK がすぐに出ない場合は、提出した,出した書類がまずかった可能性が高いですで。Amazon に連絡する前に書類を確認するのでご相談ください。これね、まあ、日本の場合出せば、多少見にくかろうと何だろうと、えー、出せって言った書類出てれば見てくれますけど、まあ、基本的にね、えー、オーストラリア、あの、 こっっちは会費払払てて販売して手数料払う、ね、なんとなく金払うから客だみたいな意識になっちゃう方多いですけどオーストラリアってねもう完全に金払おうが何しようが、えー、立場は対等なんでまああの見にくい書類出したりねな、えー、めた文書で連絡したら、まあ、こいつだめだなというふうにね、えー、思われることがありますでねそういうこともあるんで、まあ、提出する前に、まあ、提出する書類、えー、これを出しますと。 で、何か連絡したい場合は、まあ、あの遅れてんで連絡したいとかね、いう形で相談してください。あの、まず、せっついても何もいいことないです。これ多分ね、日本の感覚だと分かんないと思うんですけど、日本は結局ね、えー、理不尽だろうが何だろうが、せかすとうるせえから対応しようということでね、急ぐことあります。ただ、 オーストラリアの場合は、うるせえからこいつ遠ざけようと、あるいはね、シャットアウトしようという方向になってもね、急いでるから、うるさいからね、優先してあげようってことは、ほぼ100%ありません。そんなわけで、急かすのは NG と。で、連絡に対する返事が来なくても、これも急かさない NG。返事してるけど、返事来ねえじゃんと。どうなってんだと。連絡したところで、これも急かしたところで返事は来ません。 で返事がすぐ来ない場合は、質問文書が分かりにくかった可能性が高いです。巻、ま、き、あ、ながら待ってくださいで。あるいは何か返事来てからね、えー、もう一回質問文書を書いて質問すると、えー。私に相談してそれで分かんないのってことなんですけど、まあ、開く相手とかね、えー、文書の、同じ文書でもね、理解できるやつと理解できないやつがあるんで、や,やつってか、できる人がいるんで、まあ、運悪く非常に理解力の低い人がね、質問を受け取ったら、 何も分かってないといとうことが、ね、多々起ここりますこれはもうねあの英語圏の人のレベルの低さっていうのは、えー、日本人の言うレベルの低さとはね比べ物にならないぐらい程度が悪い場合があるんで、まあ、これはね運が悪かったと思って、えー、諦めて気長に待って返事が来てからちょっとね質問の方法とか文章を変えて別なね分かる人が質問を受け取ってくれるのを期待するというしかないです。 せっついいたらね、えー、大体やぶはになりますで、な何そこまで我慢しなきゃいけないのと、待たなきゃいけないのということなんで、まあ、実際ね、どれくらい、まあ、普通にルーズなことが起こるかということの、まあ、事例、私も体験した事例ですけど、例えば、バスが15分に1本来るというバスがね、30分に1本しか来ないってことは、これよくあります。ね、で文句を言う人はめったにいません。 仮に運転手に文句を言えばね、乗車拒否されることはあっても、謝罪を受けられる可能性はゼロです。低いとかじゃなくてもう全くゼロ。で、これ多分ね、15分日本が30分に1本になるってのは、誰か運転手がね、休んじゃったとか、なんかそういう事情だと思うんですけど、オーストラリアの場合ね、バスの運転手が休んだからって言って、それ急遽ね、緊急に出勤させるとか、誰かが代わりに回るとかってことがないんで、まあ普通に、 ね、一本間引きしちゃうというのが起こります。まあそういうもんなんです。オーストラリアはそういう形で日常が待ってますんで、えー、それに対しても句言っても何も始まらないということですね。まあ、それから、6時オープンの店に、6時に行ったらまだ閉まっていた。ね、店が開いたのは6時半だった、ね。店の中に人がいるのは気配見えているのに、いつまでも、ねえー、オープンの札かかんないとかね、店開かないとか。まあ、トントンと言うと無視されるとかね。これたまにあります。 これも文句を言う人はめったにいませんああ。60オープンの店、この店60オープンで6時に来ちゃ、こんな状況なんだなと。まあ、次回から6時半にしようと思うのが、まあ、オーストラリア人の反応。まあ、多分日本人なら怒ると思うんですけど、ここで仮に店に文句を言えばね、まあ、あいや、あなた予約入ってないよ、勘違いだよって言われてね、あついでにもう来ないでくれって言われるのが、まあ、関根山です。 そんなね、えー、普通の日本人には、まあ、オーストラリアの日常が異常な気がするでしょう。まあ、しかし、世界的に見ると時間や約束をきっちり守る日本は特殊な国です。このね、さっき言ったこのオーストラリアの出来事2つ、これはのヨーロッパでも普通に日常的にあります。ねまあ、ドイツはないかもしれませんけど、まあ、ドイツ以外のヨーロッパだったら普通に、まあそりゃそ,そうだよねと当たり前の話です。まあ、ゴーに行ったら に、ねえー、に行っては業に従えとアメリカアマゾンでも、まあ、日本人のペースでうるさくクレームをつけて痛い目に遭った人もいます。ねえー、納品が遅れたとか数が違うとか、ね、チクチク言ってたら、えー、なんか今まで販売した書類あの仕入れの書類を出せと言われて、まあ、これあの仕入れの書類と認められないからあんたなあかんとサスペンドにするというふうな、ねえー、状況になった人がいます。またブログなんかを見ててもね えーまあ、そのやり取りしてたから、サスペンドされたんだろうな、誰は削除されたんだろうなっていうのね、気づかず Amazon に文句言ってる記事書いてる人もいます。まあ、基本的にね、あのーまあ、使わせてもらってるとまで言わないですけど、あくまで立場対等なんでね、で遅れて当たり前なんで、その遅れたことをガミガミとがめるとか、まあ、人間なら間違えて当たり前なんでね、数が違うのをガミガミとがめるとか、まあ、普通の日本のペースで文句言ったら、 大体、まあ,だいたいあの、オーストラリア、あるいはね、海外のサービスは使えないです。まあ、日本に住んでいても、オーストラリア人のサービスを受けて、オーストラリア人に販売するわけです。まあ、オーストラリアのペースに慣れてください。まあ、慣れれば緩くて、まあ結構いいもんです。いや、それは良くないと。我慢できないという場合は、まあそもそも輸出向いてないと。これもうしょうがない。 えー、その分ね、緩いから、まあ、普通の、ねえー、ペースでやってると、まあ、素晴らしいサービスだって言ってアマゾンが売れるわけですからね、えー、多少の,その不便あるいは、えー、と不自由気持ちの悪さ忍耐は必要なんでねく、えー、れぐれも、ね、日,本のペ日本の当たり前のペースで、えー、アマゾンを接続ことはしないようにというのを、えー、念を押しておきます。これね 結構何度か言ってるんですけどね、やっぱりなかなか、ね、海外で住んだことある人ってめったにいないんで伝わらないんですけど、海外に住んでる人から言ったら当たり前の感覚、ただ日本から言ったら異常な感覚なんですけど、海外だと当たり前なんでね、えー、日本の当たり前で、えー、とがめると、まずロクな目に会いませんので、く、えー、れぐれも早まった連絡はしないように文句を言ってはいけないと。まあ、 えー、ここはこらえてくださいというところでね、えー、我慢していただければと思います以上 Amazon エイサポーター堀秀夫でした